山芋と卵を追加した、立山そばと、とろろ昆布のおにぎり立山そばは、源が経営すると山駅の駅そばである。立山そばは、1952年2月に、日本国有鉄道と山駅、上りホームにおいて出店したそば、うどん店を起源とする。開業当初は、そばとうどんの両方を販売していたが、当時他の国鉄線の主要駅においてはほとんど、 そばだけを販売していたので、特色を出すためにうどんのみを提供するようになった。しかし、旅行者には、うどんよりもそばの方が人気であるということがわかり、1963年4月5日より、立山そばの名称を用い、高山本線のホームに約70万円の費用をもって、ガラス張りの店舗を新装回転させた。当時の価格は、立ち食いそばが35円。 陽気付きは45円であった。同月末には、北陸本線のホームにも、立山そばの店舗が設置された。すると、うどんを販売していた頃よりも評判が良く、1日に約450杯を売り上げるようになった。こうした人気によって最盛期には、富山駅構内に5つの店舗を構え、富山市や富波市に、路面店を構えるまでになった。 北陸新幹線の開業直前まで、立山そばは、富山駅のホーム上に店舗を構えて、営業を継続していたが、2015年3月14日からは、駅構内においては、新幹線改札横でのみ営業し、ホーム上の店舗は閉鎖された。移転と同時に揚げたてを提供できるようにと天ぷらを、店内で揚げるようになった。立山そばには、立山と記されたかまぼこが載せられている。 富山県の名産として知られる白エビのかき揚げやとろろ昆布をトッピングとして提供するほか、マスの寿司の小分け販売も行っている。食券制である。ありがとうございます。